リボフサンドミール作戦とは、赤軍の第一ウクライナ戦線による戦略的構成作戦。ドイツとハンガリーの部隊で構成される北、ウクライナ軍集団の殲滅を目標とし、1944年7月13日に、始まり8月29日に終わった同作戦の結果、赤軍は、ウクライナ西部と、ポーランド南東部を支配下に置いた。 リボフサンドミール作戦は、通常、並行して行われ、ドイツ中央軍集団の崩壊につながった、バグラチオン作戦の圧倒的大勝利の影に隠れて、しまうが、しかし、ベラルーシ方面では、ソビエト赤軍と空軍の戦力の過半は、バグラチオン作戦にではなく、リボフサンドミール作戦に振り向けられていた。偽変、偽情報作戦は、 裏の裏を各ハったりとして行われ、ソビエト赤軍は、ポーランド南部、ウクライナに兵力を集中させることにより、ドイツ軍の予備戦力を南へ移動させた。そのため、ドイツ中央軍集団は集中攻撃を受けた場合、崩壊する恐れがあった。ソビエト赤軍が、中央軍集団に、バグラチオン作戦を発動したとき、 戦線中央の強力なドイツ装甲部隊を押し戻すことになり、ドイツ中心部において危機を招くことになる可能性があり、また、ソビエト赤軍はバイクセル側の橋を占拠し、ルーマニアでの足場を得ることにより、目的を追求することができた。1944年6月上旬、ドイツ北方軍集団は、 ドニエプル川を越えて押し戻されており、ウクライナ北西の端にしがみついている状態であった。スターリンは、ウクライナ全土の解放を命令、ソビエト赤軍最高司令部は、リボフ・サンドミール作戦と後になる計画を練り始めた。計画は初期には、リボフ・プシェムイシル作戦として知られていた。作戦の目的は、ソビエト第一ウクライナ方面軍は、リボフを占領。 ドイツ軍をウクライナから追い出し、ビスワ川で一連の共闘法を確保することであった。ソビエト赤軍最高司令部は、さらに大規模な攻撃を計画しており、コーネフの攻撃と同時に行われる作戦は、バグラチオン作戦というコードネームであった。バグラチオン作戦の目的は、ベラルーシの完全解放であり、ドイツ軍をポーランド東部へ押し戻すことであった。そして、 リボフサンドミール戦略攻撃作戦は、ドイツ陸軍総司令部による予備戦力投入を中央軍集団へ行えなくする手段であり、それにより1944年夏の小さな脇役となった。ソビエト赤軍最高司令部が、その攻撃作戦の結論を出す間、ドイツ北方軍集団司令官、バルター・モーデル元帥は解任され、公認に、 ヨーゼフ・ハルペ上級大将が着任した。ハルペ着任後の北方軍集団には、第1装甲軍第4装甲軍の2個装甲軍が含まれており、ハンガリー第1軍は第1装甲軍に所属していた。ドイツ陸軍総司令部は、ハンガリー軍は当てにならないと考えたため、第1装甲軍の所属としていた。軍集団は、歴戦の 第8航空軍団を含む第4航空艦隊から航空機700機、近隣の第6航空艦隊から300から400機の支援を受けていた。しかし、複雑な指揮系統のために、ハルペはドイツ空軍部隊を直接指揮することができなかった。ソビエト第1ウクライナ方面軍の戦力はドイツ北ウクライナ軍集団を上回っていた。 第一ウクライナ方面軍は、将兵120万名以上、戦車2050両、火砲、迫撃砲、約1万6000門、そして第二航空軍の航空機3250機以上を集めることができた。その上、第一ウクライナ方面軍はウクライナにおける、最近の勝利のため、士気が高かった。彼らはほぼ1年間、攻撃に参加しており、 戦線北部におけるドイツ北方軍集団の崩壊を目撃していた。第1ウクライナ方面軍は2手に分かれて攻撃することになっていた。第1の攻撃はラーバルーを狙いとしており、第3新鋭、第1新鋭戦車、第13軍が行うことになっていた。第2の攻撃はリボフ自体を狙っており、第60、第38、 第三新鋭戦車、第四新鋭戦車軍によって行われることになっていた。赤軍は攻撃を戦線のうち 26km の幅に制限することにより、ドイツ軍に対して大きな優勢を得ることとなった。コーネフは戦線 1km あたり、火砲、迫撃砲、約240門を集中させた。 ラーバルーシカ北方での攻撃は1944年7月13日に開始。第1ウクライナ方面軍は、ホローヒーで戦線を簡単に突破した。弱体化したドイツ大フォルティッチ軍団は、比較的無傷で増強されていた、公衛文献隊を何とかして撤退させることができた。夕方までに第1ウクライナ方面軍の、 第13軍はドイツ防衛線に 20km、浸透していた。第1ウクライナ方面軍はドイツ第13、軍団の北側を進撃していた。1944年7月14日、リボフを解放する攻撃は第13、軍団南側で開始。それは、ブロディ近隣で行われた。ソビエト赤軍は、ホローヒウ北近隣を通過。 南側のナッシュには防衛線に穴が開いていた。そのため、ドイツ第13軍団は防衛線で突出しており、危険な状態となっていた。ソビエト赤軍は第13軍団の包囲を行うためにラーバルーシカ北方の部隊、第13軍の南側の部隊が分権されて、第13軍団の周囲へ回り始めた。ソビエト赤軍は、 北方で第、第291、第340不評師団の弱体化した部隊に、遭遇したが、これは素早く退けられた。7月15日、危機に瀕していた第4位総攻軍は、予備戦力であった第16、第17総攻師団に、ソビエト赤軍の北方における攻撃を阻止するために、ホローヒウ、その近在のドルジュコピリ近くで反撃するよう、命令した。 日コ師団は、戦車43両を集めることができたが、その最大の努力にもかかわらず、反撃はすぐに泥沼に入り込んでいた。非常に優位であった、赤軍部隊はドイツ第16、第17装甲師団らに、他の不評師団のように退却することを余儀なくさせた。航空支援を受けた。 機動集団は迅速な進撃を行い、翌三日間でなんとかブグ河西岸に、共闘法を確立。その後、カームヤンカブージカを占領、ドイツ第13軍団を分断し、退却路を抑えた。南では、ソビエト赤軍の大規模攻撃が、ドイツ第一総工軍、第四総工軍の接合部に、狙いが定められていたが、師団規模の C 軍団主体によって7月14日、 撃退された。第一ウクライナ方面軍はさらに南への攻撃を強化、激しい砲撃、空軍による爆撃の後、弱体化していた、ドイツ第349、第357不評師団を攻撃した。第349不評師団は殲滅され、生存者らは混乱の中、退却した。C 軍団主体。 第357不評師団の活躍のために、第1ウクライナ方面軍の突破は3の4、キロメートル幅しか得られなかったが、これにもかかわらず、第1ウクライナ方面軍はドイツ第13、軍団とその隣の、第イズルバイブ総攻軍団の間を分断するために、ゾロチェフ、サソフへ向かい進撃した。軍団と、第18方兵師団の両方から、ドイツ軍方兵は、 コルトフローと名付けられた、狭い都市粒に浸透し始めた。ウクライナ武装親衛隊義勇兵で編成された第14、SS 武装的弾兵士団ガリーツエンは、ドイツ第1、第8装甲士団らとともに、急激な反撃を行った。ガリーツエン士団、第1装甲士団が良好な戦いを行うま、第8装甲士団は方向を見失い、第イズルバイブ軍団。 第一装甲軍から切り離され、攻撃に加わることができず、第1ン軍団の担当区域にいた。第八装甲師団の欠如は、攻撃が失敗に終わることを意味しており、第八装甲師団長は、露骨に命令無視を行い、近道を利用して、先に進もうとした。代わりに、師団は、リボフ・テルノポリ艦の一部をなすゾロチフズボロフ艦の道路上において、 縦列を組んでいたが、赤色空軍の戦闘爆撃機の攻撃を受け、多大な損失を被っていた。7月16日、コーネフは大きな危険を犯してまでも、第三親衛戦車群へ、軍団のすべての部隊が交代するよう命令が出た。7月17日を通して行われた第一、ウクライナ方面軍の強力な攻撃は、 プリンツオイゲン防衛陣地の一部を占領することに成功した。第 14SS 武装的弾兵士団はこれらの失われた箇所を奪還しようとして戦闘に加わったが、いくつかの成功の後、ソビエト赤軍イズナス,にスターリン戦車部隊に遭遇、前進は停止した。指揮下部隊からの再三の警告にもかかわらず、第13軍団軍団長、 アルトゥール・ハウフェはブロディにおける突出部を形成している部隊に撤退命令を出さなかったそのため第13軍団所属の参個師団と C 軍団主体の運命は定まった7月18日第1ウクライナ方面軍が再開した攻撃はリボフ方面でドイツ軍を突破したその日の遅く第1ウクライナ方面軍の先遣部隊は バスクの町近郊で合流した。ドイツ第13軍団所属は完全包囲され、ブロディ周辺に閉じ込められ、200km に及ぶ突破口がドイツ北ウクライナ軍集団の戦線に沿って形成された。ブロディで窮地に陥った部隊のための救援は向かうことがなかった。疲弊しきった第イズルバイブ装甲軍団と、 大区支部装甲軍団の必死の反撃にもかかわらず、ソビエト第1ウクライナ方面軍の非常戦は狭まり続けた。継続された第1ウクライナ方面軍の攻撃のため、ハルペは第1装甲軍に交代する、要命令、包囲された第13軍団は見捨てられる形になった。工場的な砲撃と空爆の中で包囲された部隊は、 いくつかの脱出を試みたが、第一ウクライナ方面軍の戦車部隊に簡単に撃退され、多大な犠牲者を出すこととなった。7月22日、第一ウクライナ方面軍の攻撃は包囲内の、ドイツ軍を分断、夕暮れまでに、ほとんどの部隊の抵抗が排除された。そのため、チリジりリりになったドイツ軍残存兵は、小さな集団となってバラバラに脱出を行うとした。 第 14SS 武装的弾兵士団所属の昌兵3500名を含む少数のみがドイツ防衛戦に到達することができたが第 14SS 武装的弾兵士団には作戦前には昌兵1万1000名が所属していた作戦の予想以上の成功によりコーネフは得意顔であったハルペヒキール軍集団は交代第4装甲軍は バイクセル川、ハンガリー第1軍を伴った第1装甲軍は、カルパティア山脈周辺へそれぞれ交代した。比較的簡単に、第1ウクライナ方面軍は、リボフを取り戻し、7月26日、リボフは解放され、ドイツ軍は来た。ウクライナから完全に追い出された。この成功を見たソビエト赤軍最高司令部は7月28日、新たな命令を発動。 ドイツ軍が占領するポーランド南部でコーネフはビスワ川を横断しサンドミエ市を占領することになった。コーネフ配下の先遣部隊がビスワ川に迅速に到着しバラムフサンドミエルスキ近辺で共闘歩が確立された7月29日、殺診されたソビエト赤軍の攻撃が開始された。サンドミエシュ近郊におけるドイツ軍の強力な反撃は ソビエト赤軍の共闘補拡大を阻止した。8月初旬、ハルペは一時的な平穏な時間を得ドイツ南ウクライナ軍集団から1個装甲師団を含む5個師団が転属された。これらの部隊はサンドミエシュ周辺ですぐに戦線へ投入された。その後間もなく、さらにドイツ軍5個師団、ハンガリー軍3個師団、6個突撃旅団、 第5 1 0戦車大隊が、ハルペの指揮下に置かれた。大規模なドイツ軍の反撃がビスワー側の全域で、ソビエト赤軍を押し戻すべく開始された。ドイツ軍は、基地として、川の東岸とミエレ列、タルノブジェクを利用、これらの攻撃のために、ソビエト赤軍は、多数の死傷者を出すこととなった。8月中旬、コーネフ指揮下の先遣隊である、 第6新鋭軍団はたった67両の戦車が残るだけであった。一方、ドイツ軍は第510戦車大隊第16装甲士団らとともに激しい反撃を開始、ティーガー220両を含む140両の戦車が残るのみとなっていた。数で劣るにもかかわらず、ソビエト第6新鋭軍団はドイツ軍のティーガー210両を破壊して、 共闘歩を確保し続けた。8月16日までに、ドイツ軍の反撃は力を失い始め、共闘歩の指揮官、リバルコは、サンドミエ州を占領して 120km に及んで、支配地を拡大した。両軍は消耗しきっており、戦いは消滅、ソビエト赤軍の攻撃は完了したとみなされた。 ラーバル攻略作戦時リボフ攻略作戦時 http コロンスラッシュスラッシュ www.solda.ru スラッシュドックスラッシュカジュアリティーズスラッシュブックスラッシュ CHAPTER51 html 5036&http コロンスラッシュスラッシュ w w w s, <S, <S、Und、o l d a r u スラッシュドックスラッシュカジュアリティーズスラッシュブックスラッシュ CHAPTER53 09HTML ハットワット 2008P687 から6 8 8ワット2 0 0 8ピアニッシも683から6 8 4ワット2 0 0 8ピアニッシも695から 700P285W ワーーググナーハットランコルテラン C ザイムサークルドディビジョンズーコルテラン C 349th Infantry Division, 14th SS Division ガリツヤ and 45th Force Security Division, the Soviet History Claiming 8 Divisions in the Incirclement Ismo Strike Lee.Counting the Divisioner Group's 183-217, and 339, which made up the regiments of Colteran Sea, as divisions, rang. W. ポルテラン C マップ10ありがとうございます。